押し味がリミテッドです。今回のこのモデルの特徴は、リバースチューンドラッグ、本来だったら 前に締めることによってドラッグが締まって後ろに回すことで、ドラッグが緩むんですけども、この場合真逆です。前に回すことによって緩んで、後ろに回すことによって締まります。これによって、一瞬で糸に張り詰めているテンションを抜くことが可能になってきます。で締める場合も後ろから指1本で回すこともできますし、この片手でこう回してもらうことも可能です。大型のカンパチとかでよく起きる根ずれなんですけど、根ずれは基本的に引っ張った張り詰めたものが物に擦れることによって起きるんですね。それを一瞬でドラグを抜くことによってラインのたるみを作って、魚が布の方に行った時でもこう張り詰めた状態で消えることを防ぐために、このドラグは一緒に抜けるのでいいと思います。あとそのリバースになって早くドラッグが抜けるっていうことは、糸のテンションを早めに抜ける、適正に抜けるっていうところがあるんですけども、それはアーモンとかっていう魚っていうのは引っ張れば向こうも引っ張るんですね。向こうが引っ張ってこっちが出してやれば絶対いつか止まるんですよ。アーモンっていうのはすぐ疲れる魚なので、疲れやすい魚なので、それを利用していろんなタイプの魚を早く上げてくるっていうのにも使えますよね。例えば、引っ張られたら出してあげて、止まったら締めてぐるぐる巻いてあげる。その時に1センチでも10センチでも早く巻いてあげることによって魚をバラすのを減らしたりとか、魚を手元に寄せることができます。押し味がリミテッドはと、ロングタイプのハンドルがついてます。ハンドルをロングにすることによって8分の1とか細かいピッチでやったりとか、返しの時とかも力が入るので、すごく使いやすくできてます。あとリミテッドの3000の方なんですけども、T 型ノブがついてます。魚とのファイトでも、リーディングでも握り込めることができるんで、かなりパワーが入りやすくできてます。よっしゃ、よしと、でかい。